コロニー内にいるのは間違いないんだけど。カッターさん、今の俺には守る力があるんだ。そう、お互いにその力を持っているんだ、シン。まずは正面のハンチ、小隊長。デスアーミーの反応があるよ。レイン、レイン、今俺が行く。今の叫び、ドモンカッシュ選手。コロニーの状況は？事件の元凶ウルベ石川少佐はシャッフル同盟によって倒された。だがデビルガンダムコロニーは止まらない。独自に暴走して地球への攻撃を続行中。コロニーを制御しているデビルガンダムを破壊するしか止める方法はない。ゴッドガンダムはもう奥に向かってるよ。小隊長さん、急いで。目的地のマーカーは？このコロニー自体がデビルガンダムだ。コアの特定はできない。手当たり次第に探さなきゃならないか。世界ガンダム連合のファイターたちと協力してね。小隊長君、赤いデビルガンダム細胞は破壊できるものも多い。切り開いていきたい。無駄だと分からないのか。モビルスーツで培われた技術はガンダムに多数採用されている。顔はその後のジムに似てるしね。なるほど、ガンダムのお兄さん的存在なのね。モビルスーツ、その名もクロスボーンガンダム。まるで海賊みたいだけど、そういうガンダムなの？その通り。これもガンダムの汎用性の高さのなせる技だ。それで片付けていいのかしら。 MSZ-00 ゼータ計画の機体ゼータガンダム。可変型でバイオセンサー搭載、豪華なガンダムだったね。でも見た目はガンダムっぽくないような。確かにそうかもね。ガンダムというより百式の系譜というか。そして後のリガ髄、デルタプラスなどゼータの系譜となっていくのだ。すごいエポック的なガンダムなのね。当てる。ここに来てジム、いくらなんでも厳しいじゃない。ヒロ姉さんはギャザーロード隊なんだから、もっとジムに優しくしなきゃ。まあそうなんだけど、超ものすごく強いジムとかいれば。ストップ。そのあたりを言い出すとこのミッション中じゃ説明が終わらないよ。ジムの系譜はガンダムよりも深いと言えば、基地のデータベースが必要になる。私たちが記録を取ってたジム、どうなっていくわけ？くそ、待って、かわせるか。こいつを撃てば終わる。守りたいものを守るため、僕は戦う。
修正機 O123 フォーミュラ計画の次世代モビルスーツだ。ガンダム F91 フォーミュラ91。小型化に加え可変速ビームライフル、ビームシールドを持つなど革新的なモビルスーツなど。アナハイムエレクトロニクス製じゃないのも珍しいかもね。さらにこの後、この F91 の系譜は。ストップストップ、情報量多すぎるから。こいつを見てまだかわせるか。ふっ、下手だとわかるぞ。これがせいくんだ。せいくしてきたんだ。俺たちのこの1年間は一体何だったんだ。まだ何も答えなんか出てないじゃないか。それで俺たちの1年が終わってしまっていいわけがないだろう。確かに俺はガンダムファイトに勝った。
ってもそれは全てお前がいつも一緒にいてくれたおかげなんだ。そうだ、お前と俺とで戦ってきた勝利なんだ。だからこれからも一緒でなくちゃ意味がなくなるんだ。こんな助けてあげられなくてごめん。それじゃあこいつも、これはどうだ。直撃させる、かわせるか。とっておきだ。俺は戦うことしかできない不器用な男だ。だからこんな風にしか言えない。俺はお前が好きだ。お前が欲しい。レイン